それでまあ最後まで読みたいと思ったのはやっぱりあのこれはまあアメリカの立場での公文書ですよね。だから彼らがどういうふうに考えてるかというのを正確に知りたかったということがあります。それで実は日本ではねあのいわゆる陰謀論っていう話がいろいろ出回って、特にネットの上では広まってて、あの建物は爆破されたんだとか、それから飛行機じゃなくてペンタゴンはミサイルで撃ち込まれたんだとか、いろんな変な話が出てて、あの私はかなりあの客観的に真面目に書いてある報告書だと思います。あの私の息子は南の、 あのサウスタワーにいたんですけど、あの飛行機が最初にぶつかったのはノースタワーなんですよね。でノースタワーがぶつかった後サウスタワーにどういう避難指示が出たかっていうようなことがあのかなり詳しく書いてあって、あのそれが非常にあの私のこう関心というか一番知りたかったところ。それであのノースタワーがヒットされた時にあの一応警察なんかはあのサウスも退避した方がいいというような判断だったんですが、あのビルの責任者はこっちのビルは何ともないのでそのまま職場にいてくださいというあのアナウンスをしているようなんですよね。それからさらにあの具合の悪いことはあのちょっと異常を感じて避難をしてきたグループもあるわけです。であの息子のいたあの会社なんかは非常にあの用心深くて何回も避難訓練なんかもやって、机の下にはあのライトとかヘルメットを常備してあって、で真っ先に避難して降りたんですよね。そうしましたらあの一番下にいたあのビルの、まあ、警備課そういう方に職場に戻りなさいっていうことを指示されて、それでまあ戻った方がたくさんいるんですね。でそのまま脱出してればあの助かってたんじゃないか。だからそういうそのビルの中での指示の混乱っていうのが非常にあのそこのいた人たちの運命を分けたんじゃないかという、特にサウスについてはそういう印象を持ちました。